さあ今週も始まりましたアタック地方競馬、小坂井翔太です。赤道博です、よろしくお願いします。そして今回のゲスト、庄司のり子さんです。庄司さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、のり子の部屋からよろしくお願いしますよろしくお願いします。庄司さん、今日も振り返りのレースからたくさんありますんで、いっぱい喋っていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあまずはこちらのニュースからお届けしましょう。田中順次厩舎の2歳馬またやりました。4日日曜日、札幌のスズラン賞に出走したコスモイグロークが後方から最速の上がりをマークして差し切り勝ちを収めました。はい、赤見さん、田中順次厩舎 JRA の芝2歳オープン2勝目なりましたね。ね、またやってくれましたよね。クローバー賞のジョリダムは逃げ粘って勝ったんですけれども、今回は差し切り勝ちということでね、またこう違うレースぶりで勝ってくれたんですけれども、丹内騎手とのコンビでね、はい、2勝ということ で、の田中順次調教師にお話を伺ったら、まあ、どちらもね、丹内騎手がすごくいいレースをしてくれました、うん、そして馬自身もよく頑張ってくれましたというふうにお話ししていました。まあ、この後なんですけれども、ジョリダムもコスモイグロークも盛岡のジュニアグランプリを目標にということなので、 JBC の日に行われるね、ジュニアグランプリ、こちらも盛り上がりそうですよね、はい、そうですね。今年はまた賞金が2000万円ということで盛り上がりもありそうな感じですけども、どちらもね有力になってきそうですので、ジュニアグランプリでの走りも期待したいと思います。まずは最初のコーナー、こちらから参りましょう。さあ、先週の金曜日以降に行われた注目レース、一気に振り返っていきます。全国の注目レースにアタック。まずは2日金曜日、名古屋の秋桜賞です。はい、ここもダノンベジーナが圧勝するかと思っていたんですが、思いのほか手こずるレースになりましたね。それでも勝ち切ったダノンベジーナはさすがの強さですが、マイペースで逃げたクーファーチャラの驚異的な粘りに驚かされました。ダノンベジーナゴール。次は4日日曜日、盛岡の小塚田賞です。はい、直線で上位勢がガラッと入れ替わる決め手勝負になりました。序盤最高峰にいたマナホクが長くいい足を使って突き抜けましたね。次走はダービーグランプリを目指す予定ということです。9番のマナホクゴリ。同じく4日、金沢のサラブレッド大賞典です。はい、前半先行勢がやり合って忙しい流れになった中で、1番人気スター富士さんは後方待機、最内をスルスルと上がってきて4コーナーではいつの間にか先頭に。今回も吉原騎手の手綱さばきさえ渡りました。3頭並んでゴール。6日火曜日、盛岡のビギナーズカップです。はい、人気を集めた富士ラプンツェル、スタートで出遅れて最後方からのレースになりましたが、4コーナー先頭に立つと、あとは後続を引き離していくだけという桁違いのレースを見せました。これでデビューから5連勝です。3番のユーユーレラシオンが入選。続いては7日水曜日、大井の東京記念です。はい、落ち着いた流れを楽に3番手につけた蘭陵王、直線早め先頭に立つと詰め寄られてからも抜かせない勝負根性を見せました。休み明けでこの強さ、この先が本当に楽しみです。蘭陵王だ、ゴール。8日木曜日、門別のイノセントカップです。はい、勝ったスペシャル X、 逃げて4コーナーあたりからはずっと2着馬が迫っていたんですが、ものすごい粘りを見せて首差で勝利、これで無傷の3連勝。この後は川崎の鎌倉記念を目指すそうです。めんこいボクちゃん並んでゴリン。同じく8日、大井のアフターファイブスター賞です。はい、唯一の3歳馬だったプライルード、先行勢を見る形で進むと直線あっという間に突き抜けましたね。斤量53キロだったとはいえ、コバ相手にこの勝ちっぷり、今後が本当に楽しみです。先頭プライルード、ゴリ。
次は園田オータムトロフィーです。はい、兵庫ダービー馬バウチェイサーが一番人気だったんですが、勝ったのは初の重賞挑戦だったエコロクラージュ。3番手から最打ちをついて勝利しました。これでデビューから無傷の6連勝です。続いてはヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンドです。まずは大井の第一戦です。はい、最初のサンハロンが36秒5、このクラスの馬たちにとっては速いペースになった中で、勝った中原大成騎手は後位から抜け出す王道の競馬で勝利。2着は中段から追い込んだ若杉麻人騎手でした。中原大成が先頭でゴールイン。続いては大井の第2戦です。はい、こちら第2戦は一転落ち着いた流れになって先行した馬たちでの決着になりました。楽に2番手につけた JRA の水沼元気騎手が横山龍斗騎手との追い比べを制して初勝利。気持ちがあふれたガッツポーズも飛び出しました。次は園田の第一戦です。はい、一番人気馬に騎乗した JRA の泉谷風磨騎手、中段から落ち着いたレース運びできっちり差し切り勝ち、お見事でしたね。2着だった大山龍太郎騎手、早めに動いていって見せ場を作りました。5番の橋の王者ゴリ。続いては園田の第2戦です。はい、こちらは7番人気馬に騎乗した JRA の川端海斗騎手、直線内々を抜けてくる好騎乗で嬉しい初勝利を挙げました。2着は大外から伸びてきた大山龍太郎騎手でした。順ダッシュ川端海斗ゴールイン。最後は7日に行われたゴールデンジョッキーカップ、まずはファイティングジョッキー賞です。はい、大外から押し上げて2番手につけた福永雄一騎手、1番人気馬に騎乗していた吉村騎手が逃げていたんですが、早めに並びかける積極的な立ち回りで勝利。2着は3番手からしぶとく伸びた岩田康成騎手でした。3番手グリーントスター、先頭サドラバロンゴールイン。続いてはエキサイティングジョッキー賞です。はい、好スタートから楽に2番手につけたのが地元兵庫の下原騎手、逃げる田中学騎手を徹底マークして4コーナーで先頭、直線は鋭く迫った赤岡騎手を振り切って勝利しました。7番の名刺底はぎかっこり。最後はチャンピオンジョッキー賞です。はい、先行馬を見ながら後位の内で足を溜めていた森泰斗騎手、終始手応えが良かったですし、内からじわっと上がっていって直線抜け出しました。2着は長くいい足で伸びてきた山本俊也騎手でした。最終結果はご覧の通り、37ポイントを獲得した船橋の森泰斗騎手が初出場で見事総合優勝に輝きました。はい、たっぷりレースを振り返ってご覧いただきました。さあ、庄司さんも喋りたいレースがたくさんあると思うんですが。はい、そうですね、はい、まあ、でも中でもね、注目したのは本橋幸太騎手の大活躍ですね、うん、ちょうど前回私が出演した時の特集コーナーが本橋幸太騎手のインタビューだったんですけれども、はい、まあね、今週振り返った中ではダノンレジーナで秋桜賞、うん、そして東京記念蘭陵王、はい、さらに8月の末にはね、スパーキングサマーカップフィールドセンスで勝っていますので、うん、なんと3週連続重賞勝利で、今年はね、カエルで東京ダービーも勝っていますので、うん、この活躍ね、乗ってる馬も含めて先々まだまだ続きそうなのでね、本当大注目ですよね、はい、そしていや、ヤングジョッキーズシリーズが大井と園田と、ね、はい、それぞれ行われて、うん、共に2戦目が JRA の今年デビューの新人ジョッキーがね、嬉しい嬉しい初制覇というのもね、もうレースとインタビューも含めて非常にね、うん、なんかいいもの見たなという、ね、気持ちになりましたよね、うん、なんかこうまだ初々しさが残るんだけれども、やっぱり初勝利の喜び、水間元気騎手のあの大きなガッツポーズを見てると、ああよかったなっていう気持ちにもなりますよね、で、ちょうどね、中継してたんですけれども、一緒に放送してた斉藤治さんが、いやー、こういうレースがあるとヤングジョッキーズシリーズやっててよかったなってなんかしみじみおっしゃっていて、もう本当にね、
こういうきっかけで飛躍していく姿っていうのをね見ていくのが我々のね楽しみでもありますよね。そうですね。上さんもあの初勝利の瞬間というのはどうご覧になりました？もうレースもね本当に気持ちが溢れてるなって感じたんですけれども、はい、やっぱりさらにインタビューを見て、うん、あのキュンキュンしましたし、うん、はい、完全に母親目線になってよかったなというふうに思いました、うんうん、あの打ち合わせの段階からお姉様方2人だいぶキュンキュンされてたみたいなんですけど、ね、はい、初勝利の初々しい瞬間も今週はご覧いただけたというところですね。振り返るレースが今週たくさんありまして、ちょっとしゃべり足りないですが今週の注目レース振り返りました。続いては特集コーナーアタックスペシャル。今回は全国実況アナウンサーファイルの8回目でございます。園田姫路競馬の実況を担当されている鈴木誠也アナウンサーのインタビューをお届けします。どんなお話を伺えたんでしょうか。早速インタビューご覧ください。2016年の春からこちらの園田競馬場、園田姫路競馬の決勝審判の仕事につきまして、でその仕事をしている時に吉田克彦アナウンサーにあの声をかけていただきました。毎朝あの採血ルームで使うマイクのテストを行っているんですが、そのマイクのテストの声を聞いて吉田克彦アナウンサーが、あ、君いい声してるねと声をかけていただいたことがきっかけで、もう今私アナウンサーになっているということになりますね。声をかけていただいた後も吉田克彦アナウンサーから、いや、その声なら君競馬の実況できるよみたいなことをずっと、もう2年近くですね、もう声をかけていただいて、で私も、いや、私素人なんでできないですよみたいなことを言ってはいたんですけども、私だって素人から始めたんやから君でもできるよとこう言っていただいたのが、まあ、きっかけで、もう実際やってみようかなという気持ちにもなりました。まあ未だに慣れてないかなとは、完全にできてるとは思えないんですけども、まあ、最初のダートプロに入って半年間は実際にこう上の、まあ、来賓室とかお借りして練習したんですけども、まあ、審判時代にも双眼鏡を使って仕事をしていたので、まあ、双眼鏡の使い方は慣れてはいたので、あとはどうしゃべるかというところだけ課題だったので、まあ、なんとかもうその研修期間の半年でなんとか形にはできるようにはなりました。まあ、一番印象に残っているのはまだ私が審判にいる時に伺ったお話なんですけども、まあ、競馬の実況は、まあ、先頭何番、2番手何番、3番手何番っていうのは、まあ、ある程度のアナウンサーであれば練習したらできることだと思うけど、まあ、競馬の実況というのはその人気馬または逃げている馬が手応えは楽なのか、でジョッキーの手応えというかその追い出しはすごくいい追い出しなのかというのを、そこまで見極められるかどうかというのが、まあ、アナウンサーとしても大事なことなんだよというお話を伺ったので、まあ、それを聞いてすごい実況というのは深いんだなというのを感じました。一番心がけているのは、まあ、上位人気馬が、まあ、どのポジションにいて勝負どころで今どこにいるのか、で手応えはどうなるかというのをしっかり伝えられるように意識していますね。喋り出した当初はもう馬を追いかけることで結構精一杯だったんですけども、まあ、今はその馬を見ながら、まあ、周りの状況や、まあ、その先行とかいろいろ周りを気にすることができるようになったので、まあ、その辺は成長したかなとは思います。そうですね、まあ、昨年9月に行われた重賞の園田プリンセスカップですね、初めて重賞レースを担当させていただいたんですが、でその重賞レースってゲート入り で1頭馬がゲート内でなんかひっくり返って、でさらにそのゲートの中にいた馬がゲートを飛び出してホーバーするというアクシデントもありまして、初めて喋ったレースで15分近く遅延するということがあったので、もう初めての重賞でそういうハプニングがあったのが非常にインパクトに残っています。まあ、兵庫競馬はもうレベルの高いジョッキーが数多く在籍しておりまして、
で今若手の非常に伸び盛りのジョッキーも多数在籍していますので、そのベテランジョッキー若手ジョッキーのこの意地と意地のぶつかり合いに注目をしていただきたいと思います。アタック。はい、鈴木誠也アナウンサーのインタビューをご覧いただきました。さあ庄司さん、ご覧になっていかがですか？はい、なんと決勝審判をされていて、うん、吉田勝彦アナウンサーからスカウトされたんですね。そうですね、うん、ねえ、まあ、確かにすごくね、安定したこう厚みのあるとても良い声をしてらっしゃるので、うん、聞きやすいですし、うん、いやでもスカウトされてっていうのはね、なかなか面白いお話でしたね、うん、そうですね、ちょっと経歴の始まりが面白いですよね、やっぱりね、うんうん、赤見さんもどうですか、インタビューご覧になって。はい、前回ね、この全国実況アナウンサーファイルでご紹介した三宅アナウンサーも荒尾競馬場で実況している声を聞いて吉田勝彦アナウンサーに一本釣りされたというふうなね、はい、お話でしたけれども、うんうん、今回の鈴木誠也アナウンサーはアナウンサーでもなかったところから、うん、吉田勝彦さんにスカウトされたということで、はい、なんか本当にこう人生の大きな転機だったんじゃないかなというふうに思います、うん、あと改めて感じたのは、これまで地方競馬の実況アナウンサーって結構こうベテランの方がすごく多くて、うん、アタックでもねそういう方々をご紹介してきたんですが、はい、今回こうして新人の方が入ってらしてその方を特集したということで、なんかこう声では聞いてたんですけれども、うん、私はお顔を初めて拝見することができたので、うんうんうん、これから実況を聞くときにこの今日見たお顔とセットで思い浮かべられるなというふうに感じました、うん、で小堺さんは取材したことあるんですよね、はい、そうなんですよね、以前コラムを書かせていただく関係でお話を伺ったことがあるんですけど、やっぱり先輩方がこうね、名アナウンサーと呼ばれる方たちが多いので、ご本人はこう早口よりもこうじっくりと言葉を作りつつ味のある実況を目指していきたいという話もされていたのでね、この先の実況というのも楽しみに聞かせていただきたいと思います。今日は全国実況アナウンサーファイル、鈴木誠也アナウンサーのインタビューでした。続いてはアタックカミングレーシズのコーナーです。このコーナーではグリーンチャンネル地方競馬中継で放送するレースの展望をお届けしていきます。まずは JRA のインターネット投票を使った地方競馬の発売日程から確認しておきましょう。日曜と土曜は即パッドと A パッドで、木曜は即パッドで購入可能です。日曜は盛岡、金沢、佐賀、木曜は門別、川崎、名古屋、園田、土曜は佐賀のレースを発売予定です。さあ今回の展望レース、最初はこちらです。はい、明日日曜日盛岡競馬場で行われる青嵐賞です。青嵐賞にアタック。コバのダートマイル戦青嵐賞です。庄司さん、見どころお願いします。頭数は8頭立てなんですが、遠征帰りのゴールデンヒーラー、鈴蘭賞を圧勝したセイバリアント、前に行くと強いマイネルアストリアなど楽しみなメンバーが揃っています。はい、では参考レースを見ていきましょう。まずは8月1日の対処特別です。はい、2着だったセイバリアントですね。道の区大賞典を勝ったステイオンザトップ相手に首差でした。しかも最内をこじ開けたステイオンザトップとは通った場所の差がありましたから、負けて強しの内容ですし、重賞でも楽しみな存在です。ステイオンザトップです。ゴリモントルーです。続いては8月15日の立秋特別です。はい、今季岩手で重賞2勝の実績があるマイネルアストリア、大外枠から先手を奪って逃げる形になりました。一旦並ばれそうになったリリーモントルーをきっちり突き放すという強いレースを見せてくれました。7番マイネルアストリア、ゴリ。青嵐賞の参考レースでした。では見解を庄司さんからお願いします。私の見解はこちら、ゴールデンヒーラーです、はい、2走前道の区大賞典で逃げて最後までしぶとく粘って本当に惜しい惜しい2着でした。で前走は、ね、金沢の読売レディース杯に遠征して3着だったんですけれども、勝ったのは南関東のグランパラリー賞ですね。で地元に戻って盛岡の1600メートルになるのは
好材料ですし、まあ、昨年の岩手の、ね、最優秀牝馬、まあ、今度こそ古馬重賞のタイトル手にできるのではないでしょうか。庄司さんはゴールデンヒーラー本命です。赤見さんは。私は初重賞制覇に期待です。セイバリアントを本命にしました。岩手遺跡後参戦して盛岡マイルで好レースが続いているので今回も楽しみにしています。小坂井さんは。赤見さん。僕もです。ここはセイバリアント本命ですね。ステイオンザトップやリリーモントルをいわゆる物差しにするとやっぱりセイバリアントも重賞を勝てるだけの能力はあるのかなと思いますので、準重賞からの連勝を期待して印は3頭に絞ってまとめてみました。はい、まずは西南賞の検討でした。展望レース続いてはこちらです。はい、同じく明日日曜日佐賀競馬場で行われる鳥栖大賞です。鳥栖大賞にアタック。今年新設された地方全国交流の古馬 2000m 戦鳥栖大賞です。庄司さん、見どころお願いします。はい、大井から大祭名勝技師、兵庫から遠心ニシパスマイルサルファ、愛知からウィンユニファイド、そして迎え撃つ地元勢と ね非常に高いレベルでの混戦じゃないでしょうかね。はい、豪華な顔ぶれ揃いました。では参考レースから見ていきましょう。まずは3月27日の葉隠大賞典です。はい、兵庫勢が上位独占しましたが、その中でも勝った栄新ニシパ、2周目の向こう上面で動き出すとあっという間に先頭に立って、力の違う走りでこのレース4勝目を挙げました。佐賀 2000m は相性抜群、今回も中心でしょう。栄新ニシパ1着。続いては4月28日のオグリキャップ記念です。はい、2着だったウィンユニファイド、勝負どころからは当選ブルとの一騎打ちになりました。最後は離されての2着だったんですが、先行して唯一粘ったので力は見せてくれましたね。前走トリトン走破では悲願の初重賞制覇、佐賀記念5着の実績もあります。当選ブルゴーリン。最後は8月7日の九州チャンピオンシップです。はい、逃げることが多かったドゥラリュールが4番手からのレースで勝ち切って新たな一面を見せました。 2000m でも勝っていますが、少し距離が長い印象があるので、今回はそのあたりがポイントになりそうです。連覇に向けてドゥラリュール、ドゥラリュール首差1着。鳥栖大賞参考レースをご覧いただきました。ではここも見解を庄司さんからお願いします。はい、私の見解はこちら、栄新ニシパにしました。実はすごく迷って、まあ、重賞制覇まであと一歩のところまで来てる大祭とか、地元のねドゥラリュールも応援したいなと思ってるんですけれども、でもね、兵庫から佐賀に遠征して葉隠大賞典を4連覇している9歳古豪、まあ、得意のコースで前走からの巻き返しに期待します。はい、栄新ニシパ葉隠大賞典4勝している馬ですけどもね、救済馬巻き返し6後輩からの期待というところですね。さあ続いて赤見さんは。はい、私もやっぱりこの馬です。この舞台なら栄新ニシパですよね、はい、しかも先頭に立つとこうちょっと遊ぶ癖があるということなので、うん、前に行って強い大祭がいるというのはこの馬にとってね、向く展開になるんじゃないかなと期待してます。さあ馬券絶好調な小坂井さんは。その振りはやめてくれ、私はこの本命です10歳馬ウィンユニファイド期待したいと思います。かつて佐賀でもね、佐賀記念入着5着がありますし、遡るとクリンチャーを任した経験もあるという馬なんですよね。前回初めて重賞勝てましたけれども、この勢いでこの鳥栖大賞第1回も勝ってほしいと思います。鳥栖大賞の検討でした。展望レース続いてはこちらです。はい、15日木曜日川崎競馬場で行われる戸塚記念です。戸塚記念にアタック。三歳馬による2100m 戦戸塚記念です。庄司さん、ここも見どころお願いします。はい、東京ダービー馬カイル、二冠牝馬スピーディーキック、エボバ牝馬春のクラシック主役2頭の名前がありますね。対決楽しみです。はい、では参考レースを見ていきましょう。まずは6月8日の東京ダービーです。
はい、この時は6番人気だったカイル、手応えよく2番手につけて直線抜け出す王道のレースで初重賞制覇にしてダービー制覇を果たしました。今回はひと夏を超えての休み明け、さらなる成長に期待です。カイルが先頭で今ゴール。続いては6月15日の関東オークスです。はい、牝馬三冠ならずだったスピーディーキックですが、いつもよりもいい位置で運んで勝ちに行くレースで3着と底力を見せてくれました。この時勝ったグランブリッジがその後ブリーダーズゴールドカップを勝っていますし、高いレベルのレースだったと思います。伸びてきて2番手争い、先頭グランブリッジゴール。戸塚記念の参考レースをご覧いただきました。このレースは注目馬を伺っていきます。まずは庄司さん。はい、私はスピーディーキックにしました。まあね、牝馬の重賞5勝5馬相手の重賞レースは今回がね初めてなんですけれども、まあ、東京ダービーに出走していても面白かったんじゃないかなと思っているので、はい、マーキーの指導戦楽しみです。はい、赤見さんはどの馬に？私はダービー馬カイルに注目しています。もう東京ダービーのレースぶりがとにかく強かったので、はい、休養を挟んでね、さらに強くなってるんじゃないかなと期待してます。小坂井さんは？はい、僕はここ2戦はちょっと力を出し切れてないような気がするライアンですね。こう切れ味でいうとこの馬一番じゃないかなと思いますので、直線でライアンと叫ぶシーンがあればなと思います。はい、戸塚記念の注目馬でした。では改めて明日以降の発売カレンダー確認しておきましょう。明日からの1週間は日曜、木曜、土曜の3日間となります。ご注意ください。そしてグリーンチャンネル地方競馬中継の放送予定は？はい、明日日曜日は盛岡の青嵐賞と佐賀の鳥栖大賞、15日木曜日は川崎の戸塚記念を中心に放送予定しています。アタック地方競馬、そろそろお別れの時間です。さて、来週1週間も地方競馬注目の重賞レースがたくさんありますが、9月の15日、木曜日には園田競馬場で西日本ダービーが行われます。ここもね、豪華な顔ぶれ揃えそうなんですが、庄司さん、注目ポイントどのあたりでしょうか？はい、まあ、石川ダービー馬7連勝中の、ね、スーパーバンタムが、今回初遠征っていうのが ね気になりますし、ベルレフォーンが叩き2戦目で変わってくるか、そしてね、鞍上も含めていろいろちょっと悩みどころがあるレースですよね。そうなんですよね。今ちょっとメンバーなど見ていましたら、おっていうところもあって、例えばコーチのマオのウィッシュに田中学騎手が騎乗予定になっていたりとか、これは面白そうだというのもありますけどね。赤見さんはどのあたり注目されてます？やっぱりスーパーバンタムがね、もう地元ではちょっと敵なしの競馬をしているので、この遠征でどういう競馬をするかというところにね、注目しています。そうですね、遠征でまずは、ね、こう力出し切れるといいなという部分も含めてね、どのような走りスーパーバンタムするのかというのも注目になりますが、騎手も含めて豪華な顔ぶれ、西日本ダービー9月15日木曜日、このレースにも注目です。さて、今日のゲスト庄司典子さんでした。今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。アタック地方競馬、それではまた来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。